スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは。 MSS プロジェクトでございます。今回も動物の森やっていきましょう。私 FB37 です。森王朝キックマックスです。ナモットです。ヨです。さあ、というわけでやってまいりました。今回は FB の島訪問会でございます。見てください、皆さんに今から島を見られると思ってものすごくガクガクしますから。僕はビビってんの。今回のコンセプトは何なのそのキャラ。え、ちょっと待って、え、これはいけるだろう。いや、これはそうだね。なあ、マジでわかんない。いや、わかんない。マジショック。これはバレットです。目ちょっとキラキラすぎない。そう言われ、言われるかと思って、ちゃんとほらバレットグラサンつけてこいよ、ちゃんと。はい、それじゃねえ。それじゃねえ。もうわけわかんねえ。そんなレーザー出しそうなメガネしてたの見たことねえ。さあ、というわけで早速我が島、じゃあ見てってください。ただ思ってる、ね、いきなり来た。僕頑張ったんですけど、まだまだかかるね。全然完成には。すごい、これは。でもいや、ここら辺を整理、とりあえず整理しただけだから、ここら辺物置。星落ちてる、もらっとこう。あー、星。おー、お前本当に持ってったのお前。この野郎、やめろよ。金持ってる。あー、金取られた。おい、来い。おい、やめろ、やめてくれ。金は本当に来ない。大事なものはしまっとかないと。くそー、取られるんだぞこいつらに。やめてくれ。キックなんてどうでもいいもんばっかり拾ってる。キックどんどん拾ってます。キャンプ今来てんの誰か。あー、キャンプナイル来てる今。マジだ、来ました、ナイルちゃん。イエーイ。ナイルちゃんもう住む予定ですから、明日。ナイルワニ、ナイルちゃん一番来てほしかったですからね。見え、地図見たら FB って書いてある。もうギックンこっち来てみろよ、いいもん落ちてるぞ。どこ。やばいやばいやばい、左の方。やばい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 、左の方白いのいっぱい落ちてるぞ。やばい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 。これはやめろ、今日買ったばっかだぞ。これ置いとくから代わりに。やめろや。だいたい200万円分ぐらいあります。すげえ、入るよ。かったな、キックン。そんだけあったら別に。これで元でゼロでだいぶ増やせんじゃん、キックン。そして、まあでも本当こっちの方はまだ手つかずですね。ここはもうとりあえず一旦待機させる。ああ、避難。花とかそう、ここら辺のコンセプトがまだ決まんなくて。いや、釣り塔にしたいんですけども、なかなかね、やっぱセンスがないから。なんか上に神殿みたいな。いや、上も見ると、上もとりあえず、いやでも別に面白くもなんともない。上もだからなんとか。あ、ここはね、魚をね全種類並べたろうか計画。ただ4月に入ってからさ、取れる魚一気に少なくなっちゃったから、特に川魚。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。いやー、こんなことできるんだ。できるんだけど、マジで時間かかるの、このマジで大変だし、なんか物を移動してさ、あ、住民の家とか移動して、あれやっぱりこっちがいいなってなったらまた1日かかるから。そうそうそう、住民の家もさ、今さ下の方に綺麗に並べてるじゃん。これ10日かかるから、だからまだ移動しきれない。谷間くんに10円だけ募金しとく。 ありがとう、優しい。嬉しいな。まああとはもう本当に僕の家とか、どれですかね。家もまだなかなか、まだ最終まで行ってない、最終工程まで行ってないから。釣りおじさんの家だわ。これはすごいね。お前この釣りグッズはあれだからな、本当に1日でしか手に入んなかったレアアイテムだから。そうなの。いや、あの釣りの大会で景品でしか手に入んないから。あー、そっか。あれマジ勘弁してほしいよな。またやってくれよ。3ヶ月後だぞ。あれ人ん家でもできんのかね。どういうこと。人の家の、人の島で、人の島でやった方がむしろポイント高い。あ、そうなんだ。この骨。これゴルゴ13っぽいでしょ、この骨。ゴルゴダの丘にいそうでしょ。あとは左の部屋ぐらいしか何もしてないね。いや、部屋も凝るってなったら大変だよ。大変だし、なんか家具が足りねえ。家具足りなくなるよね。あんだけあったのにやっぱ配置してくともうすぐなくなるのね。い
一回購入した家具だったら入るんだけどさ。ここがやっぱサバンナでも同じこと言えるのか。サバンナじゃないよね、これね。これジャングルだね。サバンナでも同じこと言えないから。さあ、じゃあ続いてキックンの部屋行きましょうか。さあ、じゃあ、リセットと。ひどい。ひでえ、こいつ。キックンの大事な株が。いやいやいや、やっぱ、金鉱石は貴重だから。確かに。それは奪ったやつが悪い。でも置いてあるやつも悪い。お前の家でちょっと種とか買ってたのに。そら、こいつらに文句は。なんであんた。やべえ、セーブされてる。ちくしょうちくしょうはい、というわけで、キックンの島、リアル筋肉島にやってまいりました。もうすでになんか見えてますね、目の前に。なんか見えるね。まあ、でもまあ、キックの島はこんな感じっちゃ、こんな感じでしょう。なに？あ、ちなみにちゃんとバレットのサングラスもまた持ってきてる。ほら。あー、確かに。裏バレット。すごい。立体的に見えそう。完璧。おお、立体に見えるこれ。これ立体に見えるこれ。立体的だ。あ、キリオさんが表で見せるやってる。珍しい光景だ。キリオさんは僕らはもう店を持ってらっしゃる。こいつでもあれだよ、右側に店ちゃんとほらもう予約してるから。ああ、もうすぐ建てる。あ、じゃあ明日あたりはできる。いいですね。自然が残ってる島ですね。いや、ここまでが限界だったわ。ここまでが限界っていうか限界。いや、結構あれなんだよ、やろうと思ったら待たされるの。まあでも動物の森はそんな、その何ていうのかな、焦ってそうやるようなもんだよ。無理やりやるようなもんではないから全然いいんですけど。マップ見てみよう。住民まだ5人か。まだ伸びしろありますね。カツオがいい味でしょ。カツオいい味出してる、うん、こいつ一番気に入ってるわ。もうこいつ100日後に死にそうだよ、ね、あ、確かに。あ、キックン、キックンにぴったりの、そういえば服持ってきてる。やるよ。何、ほら雑草だらけだ。ほら、ヨッシーだった。キックン、やった、スーパードラゴンヨッシー。この見た目。この見た目。見て見て、この、うん、怖いな。うんこを避ける仕草。周りにスイカを置くなよ。お前、これ返してやるよ。やったー、金鉱石返してくれた。あー、待って、それ俺の金鉱石も含まれてるわ。ほんとだ。まあいい、株10個、1000個もらったからいいや。結構な量ですから、ね、結構持ってったね。いや、なんとかそれ高い時売ってくれ。高い時はだいたいね、50円から100円の間だから。だったらもう速攻で売っていいからね。ねえ、みんな。そうだね。ダメだろ。さすがに騙されなかった。当たり前だ、それ現実的な話だろ。さすがに騙されなかった。え、これ島自由にできんのってあとどれぐらい？まだかかる。まだ結構かかるね。まだ。マジで。だって住民を8とか9、うん、8ぐらいにはしないといけない。そうだね。増やしてから。あ、条件としてあんの？あるあるある。で、島のランクを上げるために雑草全部抜かなきゃ。マジかよ、ちょっと抜こう。とりあえず離島行って住民見つけてこいや。あと花を植えなきゃ。ああ、そうすれば一瞬で終わるか。じゃあ何、住民を一斉に拉致してきて雑草をそいつらに抜かせればいいの。抜いてくれないね。そんな機能はない。じゃあ最後にキックの家行ってみるか。キックの家どこだ。キックの家なんかやってんの。俺んちはなんか大きくなったけど。うわ。今うわって聞こえたけど。うわって。いや、改めて言う。でも広くなったから、その分。うわ、燃えちまえ。こんな家。さあ、というわけで、今回 FB の島とキックの島を紹介しました。このうんこ勝て。まあ発売してもう1ヶ月ぐらい経ってるのかな。経ってはいるんですけどね、まだまだやっぱ島を作るっていう意味では抱えじそうなので、いろいろやっていきたいと思います。イエーイ。というわけで今回はこんな感じで
全世界のみんな、バイバイバイ。この運を勝て、険しい道でも迷うことはない。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。MSSP は YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。生まれる。お願いします。しゃべったしゃべった。ちょっとちょっとグロいグロいグロい登録ボタンの方はですね、こちらとかこちらとかこちらとか、あとは下の概要欄にも URL がございますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ちょっとメカメカしいやつになるよ。